では次のニュースです。象も飼育員も訓練中です。先月11年ぶりに象がやってきた札幌の円山動物園で、来年の一般公開を前にトレーニングの様子が公開されました。象たちは新しい環境で活発に動き回っています。丸山動物園ではこの象がいる場所に入らずに飼育する方法を取り入れるとしています。来年一般公開となるアジア象、新たな施設で足の健康チェックを受ける訓練を行っている様子です。象と飼育員の間には高さ4メートルの柵が。今回丸山動物園では象の飼育方法としては道内で初めて、象がいるスペースに人は入らず柵を隔てて象に接する手法を取り入れています。安全性を確保しながら健康管理ができるということです。今象を乗せたコンテナ、我々のすぐ目の前までやってきました。現在の気温マイナス1度ということで、象もこの寒さに驚いたぞと言ってるかもしれません。象たちは先月故郷のミャンマーから輸送されてきました。ミャンマーでは人と直接触れ合いながら育てられてきた4頭。当面は新たな施設の環境に慣れる必要があります。丸山動物園にとっても象が来るのは11年ぶり。アメリカから象の専門家を呼んで飼育方法を学んでいます。足を出すということによって、ご褒美がもらえます。象たちもですね、このトレーニングをやることによっていいことがある。私たちはこういうふうに足を出してくれることによって足のケアもできます。象も最初は緊張している様子だったんですけど、最近は慣れてきて、こちらがやってほしいことをやってくれるようにもなってきています。象にも早く慣れてほしいですけど、まずは私たちがトレーニングを習得していい環境を作っていきたいなと思っています。象にとっても飼育員にとっても初めての飼育方法。来年の2月下旬から3月となる一般公開に向けて、さまざまな訓練を続けます。